ナミさん、ステーキング報酬また入りましたね。5日に1度のステーキング報酬の報告動画なんですけども、もう38回になるんですね。あっという間じゃないですか。そしてもうね、1000ぐらいの単位になってきましたね、ナミさんもね。と同時に、同じようにステーキングかけられてる方も、もう5日ごとにホクホクしてるんじゃないかなと思いますよね。まあ今の時点で、カルダナを全く所有しないっていうのは、非常にもったいないなと思いますんで、私もね、5000円でも1万円でも買って、そして委任することをお勧めしたいですね。はい、それでね、今回の連絡は何点かあるんですけども、一つは、来たる30日、9月30日の21時から、ズームライブの方は順調に進んでますんで、アーカイブの方もご期待いただければと思います。そして二つ目なんですけども、ヤマトくんね、ヤマトくんがね、いつ起きてくるかわかりませんので、私の稼働時間も2時とか3時ぐらいからスタートして、5時にはいつでもね、私の、まあ、速稼塾関連のことが終われるようにしておこうかなと思っております。もちろんそれよりも早く起きてきてね、わーわーなっちゃう可能性もありますけども、まあそこはそれで、ヤマト君に共演してもらってでも、私は放送をこれからもね、やめないと思います。まあ、皆さんと毎日こうやってね、動画でお会いできるのが、私のまあ人生の楽しみでもあり、ライフワークでもあると言えますよね。ナミさん、でね、昨日ね、新潟に行った時の動画が出てきたんですよ。それを早速ね、アップしました。へぎそばを食べたり、天ぷらを食べたりしてるところの動画なんですけどもね。はぁ、美味しそうですね。やっぱり。へぎそば送っていただきまして、ありがとうございました。新潟のご飯、とっても美味しい。ということで、今回の動画を、閉じさせていただきます。ナミさん、またお願いします。おやすみ。